日本でも有名なシーボルトが見た当時の警告人の印象はどのようなものだったのでしょうか。こんにちは、なるためジャパンパーソナリティのほのかです。今回はシーボルトが書き残した200年前の李氏朝鮮の人々についてお話ししていこうと思います。シーボルトは医学者、博物学者、日本学者であり、今から約200年前の1823年に来日してから1829年のシーボルト事件で追放されるまで日本の蘭学界に大きな影響を与えた人物です。追放後、シーボルトはオランダに帰国すると、日本についての研究書である日本全7巻を刊行しました。実はこの本には李朝についての記述があります。慶国は1910年に日本に併合される少し前までは、高麗の武将だった李成桂を始祖とする李朝が支配する国でした。彼自身は半島を訪れたことはありませんが、長崎で半島から来た人々と会う機会があったり、また李朝に関する文献を集めたりしており、それをもとに李朝に関する記述が書かれています。そこで今回はシーボルトの著書日本の中から、当時の慶国の人々について書いた記述をご紹介します。シーボルトが見た200年前の李氏朝鮮の人々。日本の沿岸にはしばしば李朝の漁船などが漂着します。日本では船と漂着民をその都度長崎に送り、対馬藩の保護と費用で収容し、そこから再び対馬へ、そして彼らの国へ送還させる措置を取っています。そのため長崎では頻繁に李朝の漁民および船員、商人を、たまに妻子を交えた数家族で到着する光景を見ることができます。対馬の交易館はオランダ商館のある出島から近いため、私たちは彼らの日常生活をよく観察することができました。彼らはそこで順風を待ち、数ヶ月も滞在しました。その間に船の修理や器具の製作などの手仕事に携わります。彼らが収容された家は確かに粗末なものでありますが、その代わり上等な日本の米、新鮮な野菜や魚などの食料品がありますし、その上誰にも咎められずに市内を自由に通行し、被災者を快くもてなす親切な日本人の家にも行くことができるので、快適な暮らしとヨーロッパ式の贅沢にいながら、囚人同然の我々から見たら、この哀れなナンパ者たちが羨ましくさえあります。それでは彼らについてご紹介しましょう。李朝人は日本人より背丈は高いですが、それでも 5.5 フィートを超えることは滅多にありません。彼らの態度は真面目で落ち着いており、時には快活で率直です。また我々がの日本人を見ても感心する、共同生活におけるあの巧みさや高いレベルの暮らし方も李朝人にはありません。彼らは正直忠実で、これは人が良いということでありますが、彼らを清潔、親切だとして褒める気はあまりしません。彼らは健淡家で、アルコール類に目がなく、日本人よりはるかにアジア的なのんびりした傾向が強いようです。彼らの衣服は極めて簡素なものです。男女とも大抵白色の衣服を着ており、稀に青色のものもあります。生地は一般の人は木綿、貴人は絹です。私が見る機会のあった彼らの船はいずれも軽く簡素でした。桁と船板の作りは粗末で、注目すべきことに組み立てには鉄その他の金属を一箇所も使っていません。このような造船法は金属の欠乏を示すものと思われます。遭難した李朝人たちは数ヶ月我々の隣人として過ごしましたが、自分たちが遭遇した運命によく順応していました。すぐにまた自分たちの国へ帰れるという希望が彼らに勇気を与え、難儀に耐えさせたのでしょう。夜明けとともに彼らは太鼓に合わせて祈りを唱えました。
その後家族の誰もがこれからの一日を間近に迫った帰国に備えて立ち働きます。暇な時間は歌と遊びと好きなタバコで潰していました。美しい5月の数日に待ちに待った南ごちがやっと吹き出しました。李朝人たちが危機として近づく出版の準備に勤しむのが見られました。彼らは何度もその船で長崎湾内を縦横に試走した後、対馬港配下の数隻の日本の随行船と監督官に送られて目的地に向かって出版しました。長崎から壱岐まで13里、壱岐から対馬まで40里、そこから釜山までは48里。彼らは釜山でそこにある日本商館から李朝の役人および彼らの祖国へと引き渡されるのです。私は遭難した李朝人が長崎へ来るたびに彼らを訪ね身近に観察して、我々ヨーロッパ人にほとんど知られていないその国について少しでも情報を得ようと努めました。その訪問には長崎奉行の許可が必要で、大変な面倒がつきまといました。しかし私の日本の友人たちがいつも何のかんのと口実を設けて手を回し、訪問の許可を取ってくれました。訪問のたびに、李朝の人たちは私たちをとても気さくに迎えてくれました。ここからは彼らや日本人から得た様々な情報をお伝えしましょう。日本人は17世紀のヨーロッパの地理学者がコーレアと記した国を中国語の高麗に準じて高麗と呼びます。李朝を訪れた日本人にはこの国はそれほど肥沃とは見えなかったようです。特に北部地方における米作の収穫量は極めて乏しいです。一般の暮らしぶりや家の作りも貧しさを伺わせます。李朝は王によって統治されています。王はこの国の主権者ですが、中国と日本に対しては朝貢をします。ただしこの朝貢は中国に関しては毎年早朝な使節によって北京の宮廷へ送られる若干の贈り物と重要国事の報告に限られています。王位継承の際には中国皇帝の許しが必要で、貢ぎ物を送ったと言われています。少々厳しい見方をすれば、中国の家臣と解釈できるこの関係は、現在中国を支配している清朝が武力をもってこれを強制した1636年以来のことと記されています。1592年から1598年における豊臣秀吉の侵入以来、李朝は日本に朝貢の義務を負っています。というよりはむしろ日本とは前輪関係にあります。日本と李朝の宮廷はそれぞれの王位交代の際に使節を送り合って報告し合います。以前はその度に早朝なしばしばきらびやかな使節が李朝から日本へ、またはその逆にやってきて即位を報告し、新しい元首からの贈り物を持ってきました。しかし1790年以降はこれらの行事は若干縮小され、現在では対馬がこの国家間の行事を行う共通の場所として定められています。対馬港は言ってみれば李朝を監視する役目を与えられており、そのため港は李朝国内の釜山の港に居留地を持っています。ここに約500人の日本人が周囲4分の1マイルの地域に住んでいます。そのうちの一部は兵士と役人、一部は商人と日雇い労働者ですが、彼らは住民とは厳重に隔離されており、李朝政府の特別な許可がない限り、居留地の外へ行くことができません。また、相互の結婚による交流も許されていません。李朝の工芸技術は隣国である清国と日本に比べてずっと遅れているように思います。木工は断然と言って良いほど遅れており、陶磁器の作りはひどく粗末です。鉄器、特に刀その他の刃物は価値が低いです。しかしその他には非常に美しい光沢の絹物、
繊細な馬毛の編み物、持ちの良い綿布、優れた紙およびろうそくがあります。本書において一国民についてある像を書き出してみました。その像は我々が接触した人々に基づいてまとめたものです。それが李朝人が属している種族の素描に過ぎないにしても、我々が彼らとの交流の間に気づいた個々の点から、読者は一つの性格像を得ることができると思います。そしてその像は、従来の彼らよりも良いイメージを伝えるでしょう。いかがでしたでしょうか。シーボルトはこの本の中で、17世紀の半島に漂着したオランダ船、デ・スペルウェール号の事件についても触れています。デ・スペルウェール号の事件とは、渓谷に漂着したオランダ船の乗組員たちが帰国を禁じられ、13年間も李朝で幽閉された後、日本へと脱走してオランダへの帰国を果たした事件のことです。この事件の顛末は、乗組員の一人であったヘンドリック・ハメルが書いた朝鮮遊集記に詳しく記されています。シーボルトは、当時ヨーロッパではこの事件が広く知られたことにより、かなりの悪評が立っていたが、ヨーロッパ人が李朝を訪れた頃の時代状況と政治情勢から、外国人に対する彼らの非友好的措置もやむを得ないものだった、と擁護しています。このことからもわかるように、シーボルトはかなり李朝の人々のことを好意的に見ていたようです。日本と深い関係にあったシーボルトは、江戸時代の日本の様子も書き記しています。シーボルトが見た江戸時代の日本と娘、稲。シーボルトは1796年にドイツの医学者の家に生まれました。医学を勉強し大学を卒業したシーボルトは、オランダで陸軍軍医となり、オランダの命令で日本に行くことになりました。この時、医者としてだけでなく、日本との貿易のために、日本のことについても調べるように命じられていたようです。1823年に来日したシーボルトは、西洋人として初めて長崎の出島の外で塾を開講し、日本の人々へ最新の西洋医学を教えました。彼はシーボルト事件で追放されるまで、日本の蘭学界に大きな影響を与えました。シーボルト事件とは、シーボルトが日本調査のために集めた品の中に、日本地図、葵の紋付き着物など、当時の日本から持ち出すことを禁止されていたものが見つかったという事件です。長い取り調べの後、関係があった人々は処罰され、シーボルトは二度と日本に来てはいけないと、1829年に国外追放されました。今回紹介したシーボルトの著書、日本は、帰国後の1832年にオランダで出版されています。本には、江戸時代の日本人に対する印象として、次のように書かれています。日本の国民は小さい町の中でも、しつけの良い従順な多数の家族に比較できる。長老、高官や大名は自分たちの家族のことで耐え難い心痛を覚えることがヨーロッパではよくあるのは遺憾に耐えないが、日本ではそういう懸念は滅多になく、彼らは子供を家庭で教育し、あるいは学校で勉強させる。他にも、日本にはヨーロッパのように計り知れない富を持ち、半ば飢え衰えた階級の人々の上に金券を振るう工業の支配者は存在しない。山の斜面に階段状の畑を作り上げているが、これは注意深く手入れされた庭園と同じで、旅行者を驚かす千年の文化の成果である、と日本について書かれています。その後、日本が1854年に開国し、オランダとの間に通商条約が結ばれた際、シーボルトに対しての追放令は解除されました。そしてシーボルトは1859年、オランダの貿易会社の顧問として約30年ぶりの再来日を果たし、そこから幕府の顧問にまでなっています。追放令を受けてもなお、日本に再来日するとは、シーボルトの日本に対する感情がうかがえます。その感情の中には、日本にいる娘、稲に対するものもあったようです。
シーボルトは最初の来日で長崎の女性楠本多喜と結ばれ、1827年には2人の間に娘稲が生まれています。稲は日本人女性で初めて産科医として西洋医学を学んだことで知られています。父と同じ医学の道を志した彼女はシーボルトの門弟たちから医学を学び、産科医として活躍していました。2歳で別れた父シーボルトと30年後に再会を果たした稲はシーボルトの紹介で西洋医学を学びます。彼女の医学技術は高く評価され、異母弟にあたるシーボルト兄弟の支援で東京の築地に開業した後、福沢諭吉の口添えにより宮内省御用係となり、1873年明治天皇の若宮が誕生する時は出産に立ち会ったことでも知られています。それではなるためジャパンの感想です。今回はシーボルトとシーボルトが見た李朝の人々の記述をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。シーボルトは彼らに対して好意を抱いていたようですが、そんなシーボルトが書いた李朝の人々の様子はなかなか興味深いものがありましたね。ちなみにシーボルト事件の原因ともなった地図は伊能忠敬が作成した大日本沿海予知全図でした。シーボルトはこの地図を持ち出そうとしたために捕まったようです。地図がすべて没収されたかどうかは諸説ありますが、結果的に伊能忠敬の地図の写しは正確な日本の姿を表す日本図として全世界に発信されました。シーボルトがオランダで刊行した研究書「日本」では間宮海峡と命名された樺太を含む日本沿海略図がオランダ語で掲載されており、日本が高度の文化を持つ国として世界に紹介されています。その地図の精度の高さにはヨーロッパの指揮者が驚いたといいます。特にイギリス海軍にとって忠敬の天文学や測量の技術は極東の遅れた民族という認識を改めさせ、幕末に至る薩英戦争や薩長との軍事同盟のきっかけになったと言われています。こうした国民の底力、基準の高さは日本人の強みだと思います。現代の私たちも日本人の本来持っている底力を認識していきたいですね。シーボルトの本にも出てきたオランダ船デ・スペルウェール号の事件に関しては別の動画でも詳しくご紹介していますので、よかったらご覧ください。あなたはこの話題についてどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてくださいね。この動画が良いと思いましたら高評価とチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。